ポンコツマネージャーだった私がですね、変革のきっかけになるのは2人目の師匠である S さんとの出会いなんですね。もうめちゃくちゃ頭がいいし、めちゃくちゃ温かいし、めちゃくちゃ人間味があって、とっても魅力的な人だったんですね。もう高野さんとは仕事をしたくありませんみたいなこと言われたんですね。自分なりの筋の投資家として、経営者としてそれは意思決定するべきなんじゃないか、まだ独立をする前の私に対して一経営者として扱ってくださったんですね。高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマは高社長のライフプラン第3話マネージャー編です。皆さんにライフプランを作っていただくための一事例として、私高社長のライフプランをですね、人生を振り返ってお届けしている全5話のシリーズの第3話目です。前回まで新卒でコンサルティング会社に入ってコンサルタントオブザイヤーを取得した後、プレイヤーとしてはある程度評価いただけたものの、マネージャーとしては本当にポンコツぶりを発揮してですね、それからどうなったのか、このマネージャーとしての変革と、そして独立に至るまでの経緯、こちらをご紹介したいと思います。このチャンネルでは組織で悩む人を一人でも減らす、それをコンセプトに成果の上げ方やチームの作り方について解説していますので、よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。さあ、私が新卒で入社した日本 LCA という会社、そこから独立分社をしたのが MS&コンサルティングという会社なんですね。今一部上場を果たしためちゃくちゃ優良企業でですね、非常に素晴らしい会社なんですけれども、具体的にどんなビジネスをしていたのかっていうのをですね、もう少し詳細にお伝えしたいと思います。 MS&コンサルティング、 MS はミステリーショッパーの略で、覆面調査のことなんですね。ビジネスをしていますと顧客からの評価って気になりますよね。自分たちの商品とかサービスが顧客からどれぐらい評価されているのか、それを調べるのがこの顧客満足度調査、いわゆる覆面調査というんですけれども、覆面調査ビジネスの歴史は意外と古くて、大きく分けると2種類になるんですね。いわゆるプロ調査と一般消費者の調査、これに分かれるんですよね。プロ調査というのは、例えばミシュランとかもそうなんですけども、その道のプロがですね、お店に行ってそして評価をする、プロの目線だからこそ分かる専門家ならではの視点、これがプロ調査ですね。そしてもう一つが一般消費者、完全なる素人なんですが、まさに顧客、自分たちの顧客にどうサービスが届いているのか、どう商品が届いているのか、 MS&コンサルティングはこの2つ目の一般消費者による調査、これで拡大したんですね。この覆面調査のビジネスの業界では日本最大手の会社です。どういうビジネスかと言いますと、まず飲食店から自店舗の顧客満足度を調査してくれないか、そんな依頼があるんですね。そうしたらですね、この MS&コンサルティングが保有しているモニター会員、一般消費者に登録をしてもらって、全国のあらゆる県でですね、モニターを募ってるんですね。そのモニターに、こんなエリアのこんなお店があるんですか、ぜひ行ってみませんか、調査の依頼を案内するんですね。そうするとモニターさんが応募するんですよ。このお店行きたいですと。なので1店舗あたりに応募者がたくさん来ますので、その応募者の中から一番そのお店のターゲットに近い、顧客ターゲットに近い消費者に行ってもらうと、これを紐付けというんですけれども、調査をしてほしい飲食店とそのお店のターゲットに近いモニターさんを紐付けをして、そして来店をしてもらうんですね。でモニターさんはそのお店に行って一消費者として体験して、その感想をレポートを書くんですよね。レポートを提出してもらったら、そのレポートをですね、3回チェックをするんですね。ちゃんと記入ができているか、そしてお客様の気持ちがちゃんと書けているかどうか、特にこのレポート品質で大事なのは顧客の気持ちが分かることなんですね。慣れない方だとスタッフの行動ばっかり書いちゃうんですね。お客様が挨拶をしてきました、お店のスタッフが挨拶をしました、テーブルまで案内しました、これを注文しました、その出来事だけ書いてもレポートとしては役に立たないんですね。その挨拶を受けてどう感じたのか、すごい感じいいなと思ったのか、それとも作業的だなと感じたのか、お客様としての気持ちを書いていないと、そのレポートの品質は低いということになるんですよね。なのでレポートを出してもらったら追記をお願いすることが多いんですね。この時なんでこう思ったんですか、その時はどう思ったんですか、そんな風に3回やり取りをして納品するということで、この MS&コンサルティングのですね、強みの一つはこのレポート品質が高いということなんですよ。一般消費者、素人のレポート書いてもらうと思うとですね、やっぱりコメントの品質が弱くなってしまう、これではお店で使えないんですよね。そのレポートを読むだけでお客様の気持ちが分かる、そういうレベルになるまで何回も何回もお願いをしてレポートの質を上げてもらう。なのでモニターさん結構大変なんですよね。飲食店に行って食事代をもらうんですけれども、行ってみれば客単価3000のお店だったら、2人で行ったら6000の費用、6000円でですね、めちゃくちゃ細かく書いてくれる、こういうビジネスなんですね。そしてですね、この覆面調査の目的なんですけども、普通に考えると覆面調査の目的は顧客満足度の調査になると思うんですよ。今自分たちはお客様がどれぐらい評価されているのか、それを点数化して現状を把握しよう、こういうふうに調査目的と考える方が多いんですけども、この MS&
ランドコンサルティングが日本で一番のシェアを持てた最大のポイントはですね、目的を調査ではなく改善に置いたことなんですね。これはダイエットに例えると、調査をするだけだったら体重計に乗るのと同じで、今体重が何キロですよ、体脂肪はいくつですよ、そういうデータを見たところで痩せないですよね。実際そのデータを見ながらどうしたら痩せられるか改善運動をして、実際に痩せていく、スコアが良くなっていく、そういう活動の方が重要じゃないですか。顧客満足度も全く一緒で、調査をするだけだったらあなたの店は満足度が何点ですよ、これはできてます、これはできてません、それを知るだけでは意味がなくて、それを使って改善する必要があるんですね。特に重要になってくるのが、スタッフがお客様目線になれるかどうか。飲食店のスタッフってですね、意外と売り手目線なんですね。作業をしながら次はあれをやんなきゃ、これをやんなきゃということで、売り手目線、作業目線になってるんですよ。オーダーが入った、じゃあ次あそこ行かなきゃ、これ行かなきゃ、作業のことばかり考えていて、今目の前のお客様が何を考えているのか、顧客目線がないスタッフが多いんですね。だからですね、料理を運ぶときにお待たせしましたなんて言いながら置く瞬間から予想を見たりとかですね、今この人は今楽しんでるのかなとか、今温度は寒いのかな、それとも暑いのかな、こんな風に言ってあげたらもっと喜ぶんじゃないかな、お客様目線があるスタッフっていうのはそれだけで顧客満足度がめちゃくちゃ上がるんですよね。なので覆面調査の目的はただ調査をするんではなくて、それを使って改善をする、スタッフがお客様目線になる、ここに置いたことがめちゃくちゃ重要なポイントで、調査だけの目的だったら半年に1回とかでもいいじゃないですか。ですけども改善を目的にしたら月に1回はレポートをするべきなんですね。月に1回1レポートが届く。もちろん飲食店だったらお客様はですね、月に何百人とか何千人来ますよね。その中の1顧客の目線を知るんですね。そうすることによって一人一人のお客様が何を考えてるんだろうか、お客様目線が分かるようになる、これが覆面調査の最大の効果なんですよね。改善に置くことによって年に2回のレポートであれば年に2回のレポートが12回になる、それだけの売り上げが6倍ですよね。なので覆面調査の会社を選ぶときには、そのレポートの質がどうか、お客様の目線の、お客様の気持ちが書かれているレポートにまでクオリティを上げられているかどうかということと、モニターの数がどれぐらいいるのか、全国展開をしているチェーンですとこのエリアにはモニターがいるかどうか、これもめちゃくちゃ重要で、モニターの獲得のためにですね、いろんなマーケティングをしてるんですね。そして改善を目的にした調査ができているかどうか、これが覆面調査の大事なポイントになるんですけども、私はこの会社のコンサルティング部隊にいたんですね。どういうことかと言いますと、覆面調査をしてですね、お店にレポートが届けられるんですけども、それを使って改善をしないといけない。だとすると店長さんの役割ってすごい重要ですよね。飲食店で言えば社員の比率はだいたい1割から2割と言われるんですね。その中でアルバイトスタッフたちを教育してお客さん目線に変えていって、一つのチームに仕上げて、どうしたらお店が良くなるか、どうしたらもっとお客さん喜ばれるか、そんな風にスタッフ一人一人を目標を持った集団に変えていかないといけない。なので私はですね、店長たちを集めて研修をする。リーダーとはどういうものなのか、どうスタッフと接したらいいのか、シフトの組み方はどうするのか、原価率はどうコントロールしたらいいのか。飲食業界というのはいろんな業務が店長に集中しがちなんですね。何でもかんでも店長がやってしまう。それを社員に仕事を任せる、アルバイトスタッフに仕事を任せる、そうやってお店の在籍数が30人だとして、店長に集中している業務をいろんな人に割り振っていくと、その30人の力がどんどん発揮されるようになる。そうするとお店の収益性も上がりますし、チームワークも良くなって離職も減ってくる。そういったチーム作りをどうしたらいいかっていうことをずっと研究してきてるんですね。そしてこの覆面調査は飲食業界だけじゃなくて、ドラッグストア、食品スーパー、エステ、美容室、歯医者さん、いろんな業界に広がっていって、この MA さんのコンサルティングの調査数なんですけれども、独立分社をした頃はですね、まだ数百店舗しかなくて4000店を超えようみたいなことをですね、一つの目標にしてたんですね。なんで4000店かというと、飲食業界で一番大きかったのは当時マクドナルドだったんですが、当時4300店舗ぐらいだったんですね。でその4300店舗を超えれば日本で一番顧客情報を持っている、そういう会社になれるんだということで、それを超えようみたいなことを言ってるんですけども、今はもう数万件毎月毎月調査をしている、そういう会社なんですね。この会社でコンサルティングをずっとやってきてですね、外食業界だけじゃなくいろんな業界に広がっていった。そうするとですね、いろんな業種業態の成功要因というのが見えてくるんですね。むしろこの成功要因がわからないと成果が出ないんですよね。外食業界でもファーストフード、牛丼屋さんとかハンバーガー屋さんとか、そういうファーストフードの業態と居酒屋、これでは全く成功要因が違いますよね。顧客との接点も、牛丼屋さんだったら注文をしてお会計をするとき接点が少ないですよね。どちらかというと小売業に近いイメージ、居酒屋さんですともうご
案内してですね、メニュー紹介をして、中間サービスをして、後片付けをして、お見送りをして、顧客接点が多い。さらには高級レストラン、一回の食事で数万円取るような、まあ、そういう高級レストランでも、お客様の満足度をどう上げるのか、成果をどう出すのかっては全然違うんですよね。そうするとですね、覆面調査の使い方も全然違ってくるんですよ。ファーストフードだったら、接客を変えるよりも、オペレーションを変える方が優先順位が高かったりですとか、高級業態になってきますと、メニュー開発ですとか、そのプレゼントが大事になったりですとか、その業種業態によって成功が違ってくる、エネルギーのかけどころが変わってくるんですね。さらには小売業界になってくるとまた全然違うんですよね。私はですね、新しい業界がスタートすると実際そのお店に入らせてもらってですね、制服も借りて実際その現場に入ってアルバイトとして働くっていうことをやってたんですよ。そうするとですね、例えば食品スーパーに入ると飲食店と比べると接客の影響力が少ないなと思ったんですよ。食品スーパーに入っていらっしゃいませとか、何かお探しですかとか、食品スーパーで声かけられることってまずないですよね。多分お客様もあんまり求めてないんですよ。なんか嫌じゃないですか、食品スーパーに入ってですね、ニコーって褒めかけて、いらっしゃいませ、また来てくださったんですね、今日は何お探しですか、あんまり言われたくなくないですか。飲食店で求められる接客、特に居酒屋で求められる接客と食品スーパーで求められる接客って全然違う。むしろ食品スーパーで大事になってくるのは品出し。食品スーパーに入ってですね、エプロン着てそれを作業してるとですね、チラシに載ってる商品ってどんどん売れていくんですよね。その時私は冷凍食品を担当したんですけども、冷凍食品でですね、どんどん売れてって、そこに品出しが間に合わないと欠品することになって売れないんですよね。なので売れ行きを見ながらなくなった商品をチェックして冷凍庫に取りに行くんですね。その冷凍庫の整理整頓とかめちゃくちゃ重要なわけですよ。これが意外に整理されてなくてですね、先輩のアルバイト、これはもう年下の大学生だったんですけども、どうやって商品探したらいいんですかって言ったらですね、ニッコニコしながら発掘してくださいと。もう冷凍庫めちゃくちゃ寒いんですよ。一応上着はあるんですけども、その中でですね、白身魚のフライみたいなのがあったらですね、それどこだろうってことで箱を探すんですね。そしたらですね、何個も積み重ねた段ボールの一番下にそれがあって、上のものをどかしてですね、取り上げたら似たような名前の違う商品だったりしてですね、あこれ違うってなって、あこっちだって、そのですね、まさに宝探し、発掘なんですよね。整理整頓ができてないといかに効率が悪いか、生産性が全然違うんですよね。そして部門ごとの圧力もあってですね、お肉屋さんが精肉部門、お魚屋さんが鮮魚部門、野菜とか果物を売ってる青果部門、いろんな食材を売ってるグロッサリーという部門があるんですけども、この精肉、鮮魚、青果、グロッサリーっていうのは結構仲が悪いことが多いみたいなんですね。だいたい精肉屋さん、鮮魚屋さんって朝早いんですね。グロッサリー部門が来るだいぶ前に出勤をして仕込みをしてですね、お肉のパックとかそういうのを作るんですね。だいたい夕方ぐらいになるともう帰るんですけど、グロッサリーは遅く来て、で最後まで売り切って帰る。そうするとですね、あいつらいいよな、お互いに言い合ったりとか、仕事の役割分担とか、こういうのもなかなかうまくいかなくてですね、部門ごとで揉めている。お店全体で統一感を持つっていうのが非常に難易度が高くて、そういう部門を調整してですね、コミュニケーションが上手いだけでもこの食品スーパーの売り上げってかなり伸びるんですよね。お店全体を見て、どんな商品を陳列して、お惣菜は何をどれぐらい作って、どうやって売り出すのか、居酒屋とは全然違う成功要因ですよね。それからセールス業界、セールスというと語弊があるかもしれませんが、エステとか美容室とか英会教室とかっていうのは商品を提案して買ってもらわないといけない。チームというよりは個の提案力が重要な業界。こういったことでも全然成功に違ってきますし、お花屋さんとかリサイクルショップとかアパレルとか、こういういろんな業界ですね、覆面調査が入るたびにその店に入り込んで、その業界を理解して、何が成功要因で、どうやって覆面調査を使えば成果が出るのかっていうのをですね、いろいろ経験できたんですよね。そしてもう一つ、企業が拡大すると弱くなるという現実を目の当たりにしたんですね。サービス産業っていうのがですね、一世を風靡する、めちゃくちゃ急拡大をしてすごい勢いがあるな、そういう会社が数年後に勢いがパタッと止まって、場合によってはなくなってしまったりですとか、そういったことがたくさん起きてるんですよね。そして皆さんがいつもおっしゃるのは、拡大すると血が薄まる。創業の時はですね、もう熱い皆さんが集まって、いつも社長が現場にいて、こんなお店にしような、アルバイトも社員も全員が一つになって取り組めていた。その熱くて濃い血がですね、お店を出すたびにどんどん薄くなっていく。店長の格差がどんどんついていってですね、どうしたら拡大しても強い組織を入れるだろうか、ここに皆さん悩んでらっしゃったんですよね。そして私自身も組織作りに非常に関心があって、どうしたら拡大しても強い組織を得られるだろうか、どうしたらますます強い組織になるだろうか、ここにどっぷりハマっていくんですね。ポンコツマネージャーだった私がですね、変革のきっかけになるのは2人目の師匠である S さんとの出会いなんですね。この S さんはですね、大学も理系出身で非常に頭がいいんですけれども、プレゼンもめちゃくちゃ上手で人間味もあふれる方なんですね。コンサルティングというのは基本的には商品価値を売るという物売りではいけないと。どんな成果を生むのかっていうですね、企業の成果を生まなきゃいけないということで、うちはこんな商品やってますという商品売りではなく、今企業が何に悩んでて、その課題解決のためにはこの商品がいるというですね、成果から逆算したプレゼンなきゃいけないということは、
非常によく言われていることなんですけども、この S さんはですね、さらにその先を言ってたんですね。業界の未来、業界の課題から考えたら御社はこれをやるべきだっていうですね、業界の課題から逆算した提案をしてたんですよ。具体的に言うとですね、例えばドラッグストアで覆面調査をやりましょう。そうなった時に商品提案をするってのはどういうことかというと、うちの会社はこういう商品がありまして、 MS っていうんですけども、調査によってこれが分かります。そんな物売りをしても全然売れないんですね。そして企業の成果ということで言えば、覆面調査をすることによってスタッフが顧客目線になる、お客様の気持ちが分かるので、品出しをしながらでもこの並べ方でいいのかな、この商品は売れてるからきっとお客さんは求めてるはずだ、だったらこれをもっと幅を広げて売るようにしよう、これはもっと多めに仕入れよう、エンドっていう棚があるんですけども、その目立つ棚にはこういう商品を陳列したらお客さん喜ぶんじゃないか、こんなポップを作ってみたら良くなるんじゃないか、そんな風にですね、企業の成果から逆算をして、だから入れるべきだというのが基本的なセオリーだと思うんですけども、この S さんはですね、業界の課題なんですね。今ドラッグストアはどんな課題を持ってるんでしょうか。今日本はですね、医療費がどんどん増えてるわけですね。少子高齢化、それによって医療費の国家予算がどんどん膨れ上がる。そんな中で国が推奨している流れというのが、セルフメディケーションという流れなんですね。セルフメディケーション、自分で医療をする、つまり病院に行ってですね、医者に頼った医療ではなくて自分でケアする、そのためにはドラッグストアが町のかかりつけ薬局になると、こういうことが求められてるんですよね。つまりおじいちゃんおばあちゃんが病院に行く代わりにドラッグストアに行って、薬剤師やスタッフとコミュニケーションを取ってかかりつけの薬局になっていく。最近調子どうなの、こういう薬を飲むといいよ、こういう薬は飲みすぎちゃいけないよ、そんな風にかかりつけ薬局になるっていうのが当時ドラッグストアに求められたことだったんですね。それまでのドラッグストアは単なる小売業なんですね。薬を置きながら食品とかそういったものも置いてですね、単なる棚貸しであり小売業である。そこから町のかかりつけ薬局になろうと思ったら、スタッフの接客力ですとか、どれだけ親身に関わって顧客と信頼関係を作れるかどうかが大事になるわけですね。そのかかりつけ薬局になるための調査をしましょうっていう風にですね、この S さんは提案してたんですよね。これでもうバンバン受注が決まっていくんですよ。この S さんは徹底して逆算思考なんですね。ドラッグストアだけじゃなく、エステの業界はこれからどうなっていくんだろうか、外食業界はどうなっていくんだろうか、アパレル業界はどうなっていくんだろうか、サービス産業ってどうなるんだろうか、ホスピタリティ業界はどうなるんだろうか、そういういろんな業界、いろんな団体の未来、その未来の課題から逆算をして意思決定を迫っていく。私自身はですね、トップコンサルタントだとおだてられてですね、クライアントに出向いてって悩みを相談を聞いて、じゃあこうしたらいいですよっていうですね、もう人材専門のコンサルみたいになっててですね、業界とかですね、そういうことよりは人っていう風にですね、どちらかというと成果思考よりは人思考になっていた。そんな中で S さんは完全なる成果思考であり、ビジネス的であり、経営的であり、財務的であり、業界にインパクトを与えるような存在にどんどんなっていかれたんですね。私はこの姿にめちゃくちゃ刺激を受けて、 S さんのようになりたい、 S さんを超えたい、そんな思いがめちゃくちゃ強くなっていったんですよね。しかも S さんは人材育成もめちゃくちゃ上手だったんですよ。コンサルタントというのは自分のクライアント、担当クライアントを持つんですよね。そこに何度も行きながらそこで成果を出すわけですので、独り立ちしてしまうとコンサルタント同士ってですね、意外と一緒に仕事する機会がないんですね。私が担当しているクライアントに S さんが来るとか、 S さんの担当先に私が行くっていう機会が意外と少なくてですね、これは非常にもったいないことだったんですよね。今振り返れば、その時こそ私はもっと S さんにくっついてですね、ガンガンに吸収していくべきだったなと思うんですけれども、もう目の前の仕事に追われすぎていて、自分を磨いたりとかバージョンアップする機会がなかなかなかったんですけども、コンサルタントには大体アシスタントがつくんですね。入社2年目3年目4年目そういう後輩たちがですね、自分のアシスタントにつくんですが、私と S さん両方のアシスタントについてる方って結構いたわけですよ。それでですね、ある後輩がですね、私のアシスタントの仕事をですね、ちゃんとやらないんですね。例えば研修の資料を作る時もですね、じゃあいつまで資料作ってきて、そうやって依頼すると納期に間に合わなかったりとか、その品質があまりに低くて作り直すにもレベルが低すぎて、もうこれじゃダメだとなってですね、納期も迫ってきてるので仕方なく自分で研修資料を作って自分で研修するっていうですね、そういう場面が何回か続いていくとするじゃないですか。当然その後輩は自分で資料も作れてない、それで研修見るわけですよね。だからせめて私はですね、この研修を見て学んでくれよと、こういう風にやるんだぞと、そういう率先垂範してるつもりになってるわけなんですけども、同じ後輩がですね、エッサの下につくとめちゃめちゃ一生懸命仕事してるんですよ。これなぜかっていうとですね、この S さんは納期を分割するんですね。当然まだ未熟な後輩ですから、いきなり資料作ってっていうのもできないんですよ。だから1回目の納期ではここまで作りな、大枠作って、じゃあ2回目の納期でここまで仕上げて、
3回目でここまでやろうっていうことで、あらかじめ納期を3回設定して、3回繰り返すとやっぱりいい資料になるんですよね。そうすると、自分で仕上げた研修のテキストを S さんが研修してくれるんで、アシスタントとしては、その研修参加してても面白さが全然違うわけですね。俺が作った資料で S さんが講義をして、受講者がこんなに喜んでる。ということで、同じ後輩がですね、私の仕事だと、なんとなくいやいややってですね、主体的じゃないのに、S さんの下だとですね、もう生き生きと楽しそうにやっててですね、S さんと楽しいって言ってたりするわけですよ。これに衝撃を受けてですね、それで私 S さんに聞いたんですね。どうしたらそういうことできるんですか。その時の S さんの言葉を私は忘れられなくてですね、部下の弱みは上司が補うんだと。これどういうことかと言いますと、私はですね、コンサルタントは上司の時間を奪えと、こう教えられてきたんですね。資料を作る時にですね、上司に見てもらう、上司の時間を積極的に奪っていく、いつまでに作るんで見てくれませんか。そうやってですね、それこそが主体性であり、主体的じゃないコンサルタントは伸びない。自分自身も上司の時間を奪ってきましたし、部下もですね、どんどん俺の時間を奪えよと、その姿勢がなければ成長できないぞみたいな感じで思ってたんですよ。ですけど S さんは、あの子はさ、納期設定が苦手じゃん、上司の時間を奪うの苦手だよねと。だから上司がその弱みを補ってあげるとすると、3回の納期設定を上司が決めてあげようと。いつ時間取れる、じゃあ1回目この日のこの時間ね、2回目この日のこの時間ね、3回目この日のこの時間ね。研修設計が苦手だから、1回目で大枠のラフ案をすり合わせれば、そこで骨子が出来上がって、2回目でコンテンツを集めてきて骨組みが出来上がったら、後の作り込みはできるやつだから、そうやって上司が弱みを補ってあげて、部下が力を発揮できるようにお膳立てをしてあげる、そういう発想をしてるんだよ。素晴らしいと思いませんか。さらにこんなことも言ってました。部下の提案のレベルが低かったとしても、自分の中で選択肢を5つぐらい持っておくんだと。1個目、2個目、3個目、4個目、5個目、5つのやり方があるとして、4個目と5個目のやり方は、これはやめた方がいいというものは決めておいてですね、1番目のやり方が一番いい、これは上司が分かってたとしても、部下が3番目のやり方で提案してきたら、もしかしたら1個目のやり方の方が成果が出るかもしれないんですけども、上司に言われてやる1番目よりも、部下がやりたい、やれると思った3番目の方が成果が出ることが多いと。だから3番目ぐらいまでは許容して、部下が信じるやり方をやらせてみる。場合によっては失敗するかもしれない、それすらも経験なんで、部下がやりたいと思ったやり方をやらせる、そういうスタンスを決めてらっしゃったんですよね。もうめちゃくちゃ頭がいいし、めちゃくちゃ温かいし、めちゃくちゃ人間味があって、とっても魅力的な人だったんですね。自分は S さんを超えられるだろうか、もしかしたらこのままでは超えられないんじゃないか、そんな風に思い始めるんですね。そして私はですね、社長室というところに移動になりまして、社長直轄で部門横断で全社イベントをやったりですとか、いろんな業界の開発をしたりとか、コンサルタント全体の育成をする、そういう立場になったんですね。そこで外食クオリティサービス大賞というですね、業界全体のイベントがあって、覆面調査を導入している企業たちから審査をしていって、アメリカのマルコム・ボルドリッチ賞とか、日本の景品質賞とか、そういうのを参考にしながら、外食企業の中での優良企業を決定しようと、そういうイベントを毎年やっていたんですね。その大会のプロデュースをすることになって、今までのやり方をガラッと変えてですね、映像を取り入れたり、発表の審査の基準を変えたりですとか、そういうイベント運営とかもやってたんですね。これも非常に勉強になったんですけども、もう会自体は成功したんですが、その打ち上げの席でですね、一緒にやってたプロジェクトのメンバーから、もう高野さんとは仕事をしたくありませんみたいなこと言われたんですね。これは何があったかと言いますと、イベントをやるときっていろんな部署と連携するじゃないですか。皆さんも全社でプロジェクトをすることになったら、いろんな部署と連携を取って、いろんな意思決定をしますよね。審査基準はどうするのか、審査員はどうするのか、台本の構成はどうするのか、そのビジュアルのイメージはどうするのか、いろんな部署のいろんな連携が必要で、で、私はですね、どういうコミュニケーションを取ってたかというと、いろんな部署とやり取りをして、その場その場いろいろ決めていったんですよね。いわば一対一の面談でいろいろ意思決定をしていったら、いろんな部署からですね、それそうなったんですか、聞いてませんよ、あ、それ知らないです、聞いてないです。そうやってですね、情報格差がどんどん生まれてしまったんですね。で、これイベントごとでいろんな部署と関わると、決定事項を知らない、聞いてないっていうことが信頼されてないと感じさせてしまうんですよね。それでいろんな部署から、それ知らないです、知らないです、聞いてないです、勝手に決めてる、勝手に進めてる、そんなイメージがついてしまって、全体を知ってるのは私だけだから、何でもかんでも私に聞かなきゃいけない。高野さん、あれどうなってるんですか、これどうなってるんですか、あ、それはこうだよ、ああだよ。私自身もめちゃくちゃ忙しくなりましたし、みんなが自分で考えて動ける状態にならない。それでもなんとか全部やりきってですね、会自体は大成功だったんですが、仲間からも大ブーイングでですね、プロデュース1年目はですね、もう非常に反省して終わったんですね。そして2年目はこれを繰り返しはならないということで、意思決定の密室化はやめようと、
もう全部オープンにしようっていうことで、部門で打ち合わせで決めたことも仮決めにしておいて、全体会議で決定をする。決定をしたら議事録に残す、誰かと打ち合わせをしたらメモに残して、それを全体に配信する、これを徹底するようにしたんですよね。そうしたら聞いてないよっていうのが一切なくなると。これはですね、イベント部でめちゃくちゃ重要なことなんですよね。聞いてないよではなく、連絡が来てたけど見てなかったということにしておく。そんな風にですね、とにかく情報を伝えておく。情報格差をなくす。大人数になればなるほど、いかに情報格差をなくしていくか、意思決定を密室化しないことが重要なんですよね。なので飲食店でも小型のお店、スタッフ数が5人とか10人とかそれぐらいだったらうまくいくのに、30人とか100人とか規模になると全然マネジメントできないという人結構いると思うんですけども、そういう方は大抵情報格差を生んでしまってるんですよね。この人たちだけ知っている、この人たちは知らない、だから主体性が生まれない。情報格差があると主体性が生まれないんだっていうことを実体験しました。さあ、そうしてるうちにですね、自分自身の人材選対するスタンスも変わっていきました。部下の成長を第一に置くということ、もちろん部門のトップとして業績を上げないといけない、成果が大事、この成果志向を置きつつも、その部下がですね、どんな強みを持ってて、どんな弱みを持っていて、どんな特性なのか、どんな人生を送ってきて、どんなビジョンを描いているのか、同じことを依頼してもそれを喜ぶ子もいれば、それが嫌でしょうがないっていう子もいる。この特性に着目をして、この部下にとって最高の上司はどんな上司なんだろうか。企業体で考えますと、会社の成果のために上司がいて、上司のビジョンを実現するための駒として部下が存在する、そういう考え方ではなくて、むしろ部下が成果を出すための環境要因であり、パフォーマンスを引き出すコーチとして上司が存在しているとしたら、自分は何ができるだろうか。これまで育てよう育てようとですね、こう力んで、なんとか育成をして、あるべき姿まで持っていこう、そういうスタンスだったのが、育てるんではなく育つっていうスタンスに変わったんですよね。部下は育つ、これが前提であり、基本的には勝手に育つものなんですが、どうすればもっと育つのか、この環境要因として上司が存在する、こういうスタンスで接するようになると、自分が教えなくてもいいんですよね。この部下とこの部下を組み合わせたらめちゃくちゃいい成果が出るんじゃないか、この部下とこのお客さんを引き合わせたら勝手に学んでくれるんじゃないか、そうやってあらゆる要素、あらゆる環境を育成に使えるようになったんですね。そうこうしていくうちに、周りからですね、人材再生チームと呼ばれるようになったんですね。他の部署で疲弊してですね、もう辞めますみたいにした子が自分のチームに入って見事に再生していく。顧客の価値、自分の持ってる価値に気づいてさらに羽ばたいていく、こういう状態を構築していくことができたんですよね。そしてですね、この新卒から入って、会社は独立分社をしましたが、グループとしては13年かかったこの会社で、自分の人生の中期経営計画を作ろう、そんな風に思い立ってですね、作ってみたんですね。この会社はですね、実はライフプランを作る機会ってのはたくさんあって、まず入社時、内定時研修の段階で30年間のライフプランを作るんですよ。そしてマネージャーになったタイミングですとか、ライフプランを組み直していくんですね。そして私は13年目の時に自分の中期経営計画を立てようと、これを作った時にですね、私の中で強烈に湧き上がってきたのが、最強のチーム作りをしたいということだったんですね。自分自身が命を燃やせること、それはチーム作りである。しかもそれはクライアントに対して世の中に価値のあるサービスを提供している企業、その企業に対してもっともっと深く関わっていきたい、そして最強のチーム作りを顧客と一緒になって実現したい、そんな思いが湧いてきたんですよね。そして3人目の師匠である愛さん、先日動画に上げた今キューレ社長なんですけれども、プレイヤーかマネージャーかを相談したんですね。私にはマネージャーをしていて、部門の長をしている。そこで求められているのはマネージャーとしての能力である。スタッフを育てて直接顧客に関わるんではなく、内部の育成に注力する。今会社から求められているのはマネージャーであると。しかし自分がやりたいのはプレイヤー的な仕事であり、顧客に出向いていってコンサルティングをどっぷりやりたい。できれば社数を絞って深く深く入っていきたい。マネージャーとして育成にかかればかかるほど、顧客との距離が離れていって浅くなっていく。見ている社数は多くなりますが、浅く関わる企業ばかりになっていく。プレイヤーかマネージャーか、これに悩んだんですよね。現場の人として生きるのか、マネージャーとして生きるのか、これを相談した時にですね、プレイヤーかマネージャーかで悩むんではなく、マネージャーかアーティストかで悩んだ方がいいと、こんな風にアドバイスを受けたんですね。アーティストというのは0から1の価値を生み出せる人なんだと。今までになかった商品を生み出したりとか、新しいアイデアで価値を提供できる、これが創造性であり、クリエイティビティであり、それを生み出せるのがアーティストなんだ。経営者には2種類あって、アーティスト的な経営者なのか、それとマネージャー的な経営者なのか。マネージャーっていうのは創造性のあるスタッフたちのパフォーマンスをさらに引き出していく、今あるものを1を10にしていく、それがマネージャーなんだと。高野さんはアーティストタイプなんじゃないですか、こんな風にアドバイスをいただいて、私はまさにそうだと。自分の担当しているクライアントの中にもアーティスト的な社長もいれば、マネジメント的な社長もいたんですよね。自分が目指してたのはこれなんだと、そんな風に気づいたんですね。そこでですね、アーティストとして最強のチーム作りをしようと思えば、もうクライアントに入社するのが一番いいんじゃないか、その会社の経営幹部として本当に中に入り込んでですね、それ成果を出すというのがいいんじゃないか、
そう考えたんですね。そこでですね、特にこの会社だったらぜひ力を尽くしたいなと思う会社が2社ありましたので、その2社の社長にですね、今こんなことで悩んでるんですと相談しましたところ、2社ともからですね、ぜひうちに来てくれないかと、こんな風に言われたんですね。なんでこんなお話になったかというとですね、コンサルティング会社に勤めていて、そこから独立をして自分で会社をやるというのは何か会社に対する裏切りになるんじゃないか、そんな風に思ってたんですよね。なのでむしろ顧客に入社するんだったら、これまでお世話になってきた会社への不義理にはならないんじゃないか、自分のエゴとして独立するんじゃなくて会社に入社するんですと、顧客に役に立つ存在になるんです、そんな言い訳が会社を辞める理由になるんじゃないか、まあ、そんな風に思ってたわけですね。それでですね、自分が会社に入って活躍する道があるかっていうことをそのクライアントに相談をしたら、まあ、ぜひ来てくれとなってですね、それが2社ともになったんですよね。1社目に声かけてちょっと考えさせてくださいとなったんで、2社目に声かけて、そしたらうちに来てくれ、そしたら1社目の方もうちに来てくれとなってですね、これはどうしようかと、じゃあ2社に半分ずつ入社するみたいな形ができるんだろうか、まあ、そんなことを考えしたんですよね。そんなタイミングでですね、今業種社長に相談をしましたところ、こんな風に言われたんですね。高野さんはもっと自分の可能性に気づいた方がいいと。高野さんのやっているチーム作り、組織開発、これは世の中にたくさんできる人がいるわけじゃない、その力を2社に限定するのはもったいないんじゃないか、さらに言えばコンサルティング会社から独立するよりもクライアントに入社する方が昔はタブーだった、まあ、そんな話も聞いてですね、コンサルタントのキャリアとしてクライアントに入社するっていうのは安易な道なんだと、これまで外部だった人間が内部に入っていってコンサルティング費用を抑えられる、そんな風に思わせるのは簡単なことだと、それよりもむしろコンサルタントとして独立をしてきちんとビジネスとして役に立つ存在になる、それを目指した方がいいんじゃないか、こんなアドバイスをいただいたんですね。そうやって様々な経緯を経て独立を決めるわけなんですけども、ここでですね、 MA さんのコンサルティングには本当に感謝しかないんですが、独立のスタートの段階でこの2社をですね、顧客を譲ってもらえたんですね。この MA さんのコンサルティングの社長の N さん、クライアントを譲り受けっていうのは非常にありがたいことなので、紹介費を支払いますとこう打診しました。コンサルティングで受注をするとですね、結構紹介費を払ったり払われたりするっていうのは割とよくあることで、紹介費をいくら払ったらいいでしょうか、 5% とか 10% とか 20% とか、関わり度合いによってこの比率は変わってくるんですよね。で、私も相場感がよく分からずにですね、社長に相談したんですね。今までお世話になったのでぜひ紹介費をお支払いしたいと思うんですが、何パーセントだったらいいでしょうか。この時の N さんの言葉がすごいんですよね。高野が独立をしてクライアントが高野に依頼したいとなったら、選ぶのは顧客だよねと、コンサルティングのサービスを顧客が MA さんのコンサルに頼みたいと思ったらそうするし、高野に頼みたいと思ったらそうする、それだけのことだから、それに対してうちがそれをやめてくれとか、じゃあ紹介費を支払ってくれというのは違う。むしろ高野は経営者としてうちとの関係を良くするために紹介費を支払いたいんだったら、経営者としてそれを提案するべきなんじゃないか、いくらだったらいいとか悪いじゃなくて、自分なりの筋の投資家として経営者としてそれは意思決定するべきなんじゃないか、こんなアドバイスをくれたんですよね。これは本当にすごいことで、基本的にコンサルティング会社っていうのは競合必至といってですね、自分たちと似たような仕事はしないでね、競合にならないでね、競合の会社に入社しないでね、そんな風に競合関係になるのを止めるのが普通なんですよ。ところがこの N さんはですね、そんなこと言ったってある程度競合はするし、ある程度はしないし、顧客が高野を選ぶんだったらそれはそれで仕方がないし、その関係維持のために消化費を支払うんだったら経営者として提案しなさいと、まだ独立をする前の私に対して一経営者として扱ってくださったんですね。もうめちゃくちゃありがたいですし、未だに感謝してます。なのでその後ですね、前職の関わりで付き合いがあって、それで受注が決まったものに対してはいついつ何パーセント支払うということを自分で決めて、自分で申請してですね、勝手に支払ってっていうことをやってました。それが私なりの円満ということなんじゃないか。ある意味では独立っていうのは究極のエゴなわけですよね。前職のためになる要素って基本的には少ないんですよね。ですけどそれを円満にしてくれてるのは前職の懐の広さ、ひとえにそれなんですよね。なので私はいつか恩返ししたい、そういう思いも強くあってですね、しかも素晴らしいサービスをしているので、結果的にはですね、前職とは全く競合関係にならなくて、前職は覆面調査であり現場の改善運動ですね。私自身は経営の幹部層ですとか会社全体の変革をするコンサルティングでしたので、私はコンサルティングしている会社に MS の商品を提案して持ってって一緒に支援する、そんなケースもたくさん出てきたんですよね。なので未だにいい関係でお付き合いさせていただいているというですね、本当に素晴らしい会社なんです。私が非常に嬉しかったのはちょうど1年前ですね、MS からの紹介でコンサルティングが決まってですね、そのお礼の印に何をしてあげれるかってなった時にですね、ぜひ今の若いコンサルタント向けに研修をしてもらえないか、そんな打診をもらったんですね。私も独立して今年で8年になるんですね。なので1年前独立して7年経っていたので、私の知らないコンサルタントたちがたくさん入ってきてるんですよね。なのでコンサルタントとはどういうもので、どうやって成長していったのか、そしてどうすればもっと価値を高められるのか、そういう先輩コンサルタントとしてのセミナーをぜひ若手に向けてしてほしい、そんな依頼を受けて
ですね、2時間のセミナーとその後の懇親会やったんですけども、これは私にとっては非常にありがたいことだったんですよね。なんとか恩返しできたら、そんな思いを持ってましたので、今でもそういう関係を続けてくださっている皆さんには本当に感謝しています。さあ、推奨ワークということで、今回の学びをどう生かすか、3点でお伝えしたいと思います。1つ目は、マネージャーかアーティストか、これを選ぶということ。キャリアを考える上で、プレイヤーかアーティストか、これで言うとですね、マネージャーしか求められていないんじゃないか、可能性を閉ざしてしまうということはよくあると思うんですよね。ですけども、アーティストという道がある、そこに気づけると、可能性の幅がぐわーっと広がると思うんですね。なので、マネージャーにならなきゃいけない、マネージャーしか道がない、そう思っている方は、ぜひアーティストという道を発見していただきたいと思います。2つ目は、業界、産業を俯瞰するということ。今やってる仕事の自分は何をアピールしてるだろうか、商品をアピールしてるとしたら、それはかなり狭い世界なんですよね。企業の成果、これでも不十分です。業界の未来、業界の課題からどうやって商品の提案まで持っていけるか、このストーリーをぜひ考えていただきたいと思います。それによって商品の深みがぐっと増していくんですよね。3つ目は、独立時の円満ということなんですけども、私自身はですね、よくよく想像してみれば、独立当時の私はですね、ただ単に S さんに負けたくない、このままじゃ S さんに追いつけない、そういった事情から会社を飛び出したっていう背景があるんですよね。もしも今のマインドで8年前に戻れるなら、 MS さんのコンサルティングを社内でやれたことはもっとたくさんあったはずなんですね。ただそれでも独立を決意したんでしたら、どういう形の円満があり得るのか、これはですね、徹底的に考えるべきだと思うんですね。自分は前職からどんな恩を受けたのか、その恩はどう返すことができるんだろうか、これを模索することは非常に重要だと思っております。まとめということで、この言葉で締めたいと思います。部下の弱みは上司が補う、これは2人目の師匠 S さんの言葉なんですけれども、私自身がまさに自分の弱みを上司に補ってもらっていた。上司だけではなく、もちろん部下にも補ってもらってましたし、いろんな人の力で今まで生きてこれたと思うんですね。これは上司と部下の関係だけではなく、世界の弱みは自分が補う、社会の弱みは自分が補う、世の中のですね、あれがダメだ、これがダメだ、そうやってですね、ダメなところを否定するんじゃなく、どうしたら自分が補えるだろうか、こんな観点立ってみると見える世界が変わってくると思うんですね。私は S さんの部下の弱みを補う姿勢、そして業界の弱みをどう補っていくのか、こういった発想が自分を大きく変えてくれたんですよね。もちろん世界とか社会とか、そこまで影響を与えられないにしても、少なくとも自分のチームの自分の部下に対して、部下の弱みを指摘してしまう。部下のここがダメなんだ、ここが良くないところだ、そういう指摘をするんではなく、部下の弱みを積極的に補ってあげると、実はその弱みは取るに足らないものになっていく、強みは引き出されていく、パフォーマンスがどんどん上がっていく、育てるんじゃなく育つ環境ができる、そう思うんですね。ぜひ皆さんも周りの人の弱みを補える自分になってみていただきたいと思います。次回は第4話ということで、独立編をお伝えしたいと思います。独立して成功する人としない人の違いは何だろうか、コンサルティングパッケージはどう作るものなのか、そして YouTube を始めた理由などをお伝えしたいと思っております。最後に、チーム大学では組織やビジネスも対象に、成果の上げ方やチームの作り方、ビジネスに役立つ書評などお送りしております。チャンネル登録、ツイッターフォロー、いいねボタン、コメントどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。